だ寝ていなかったのか。なら、いつも通り、私は慣れていろ。お前に撫でられるのは、とても気持ちがいいからな。何が誓いだ。私にくっつかれるのが好きだと言っていたじゃないか。それに、私と共に生きたいと言ったの。お前だ。あの時、言ったはずだ。私と長い時を過ごす覚悟があるのか、どうか。もう少し優しく撫でてはくれないか。お主は相変わらず、だだっこなのだな。私が寝てばかりいるから、頑張ってほしいのだろう。まだまだ若いな、お前は。そんなところも。何を恥ずかしがってる。今更だろ。ほら、お前が愛してやまない私の体を堪能しろ。そうか、私はこの程度の言葉で翻弄されるお前を見るのが楽しくてしょうがないわな。そうか。力を完全に取り戻した私がいつお前を手放すか不安なんだな。おいで。ほら、私に身を委ねろ。よく聞くんだ。私はお前がいなかったらここにはいない。お前は愛しているから生涯を共にしようと言ったんだ。お前と私はなんだぞ、不安に思う必要。こんなにただをこねているのに、私を撫でる手は止められないからな。その愛おしい手で撫でられたら気持ちよくなって
私が眠っているのは嫌か。ふう、私もお前と過ごすこの時間があれば何だっていいさ。お前さえそばにいれば私は珍しいな、この時間に訪問者とは。どうした？ああ、恋仲のようだ。手をつないで愛おしそうにお互いを見つめている。ああなりたいのか。今と変わらないと思うが、お前が寂しいと言うならさ、手を手をつないで法要は今でもやっているが、私から安心しろ。私はお前を愛している。うん、愛しているよ。お前もかわいいな。その顔を見ると幼かった頃を思い出すぞ。なぜだ？私にとってはとても愛おしい思い出なのだから。スネルでない、愛しているさ。実を言うと、私がこうして安心して眠れるのはお前だけだった。初めての心地に病みつきになってしまったんだ。それがどういう意味かわかるか？わかってほしいもの。お前のことを一生大切にするさ。お前も眠いんじゃないか。さあ、共に寝よう。あの二人はもう大丈夫だ。次は私たちのことだけを考えよう。もう今日は訪問者は来ないだろうから。優しく撫でてくれよ。私
の失敗。